もう俺の肝臓はイカれちまったよ。さっさとしな。また来いよ。絶好の商売日和ですな。うちは返品不可ですぜ。死にたくなければ私から何か買っておけ。急な怪我でもドクターセットが縫い合わせます。また後ほど。さてこいつは何かな。私の秘密を教えてやろうか。エンジェルは私の指示で動いている。サンクチュアリのシールドを解除します。フェーズシフト実行。パワーコアじゃない、シールドが消えた。消えたぞ。よくやったねエンジェル。さあボルトハンター狩りを始めよう。何が起きた。シールドが破られたのか。シールドが停止したぞ。ラランダけっさー、みんなを地下に退避させねえと。みんな、一か八かだけど私にかけてほしい。スクーター、サンクチュアリを離陸させて。ローランド、私にイリジウムを。そんなことしたら大勢死んじまうぞ。下手したら全滅だ。まだ飛ぶのは無理だ、エリス。何してる、スクーター。行け。どこかに捕まってて。
なるなんて。ごめん、向こうで必ず会おう。約束だよ、スクイター始めて。へえ、ついにこの時が来たぞ。キャッチアライズ。それにしても、お前たちがエンジェルをこうも簡単に信用するとはな。彼女が私のために動いているとは考えなかったのか。以前にも4人のボルトハンターに同じ手を使ったが、今回はその時以上に愉快だったよ。君たちの仲間に襲撃されながらイリジウムを採掘するのはなかなか面倒だったよ。だが、それももう終わりだ。仲間とも連絡が取れるはずだわ。俺が見つめたら見つめ返せ。これを喜べ。セントリガンを展開。自分のスタイルを持つ者にライセンスなど必要ありません。私は最初からジャックの指示に従っていた。あなたが手に入れたパワークラリはハイブリオネットワークアップリンクが仕込まれていた。私がサンクチュアリの防御システムをハッキングできるよ。すべてジャックの記憶。
ローランドたちを騙してボルトを上げさせた。セントリーガン敵彼らにはハンドルにしてたまらない。全部嘘。ジャックは最初からボルトの中にあるミリジウムで大儲けするつもりだった。自分でボルトを開ける勇気がないからボルトハンターに手を汚させたのよ。私はもうこれ以上嘘はつきたくない。私はあなたこそがパンドラの最後の希望だと思ってる。今さら信用できないでしょうけど、でもジャックがオリアを目覚めさせるのを止めるなら必ず私の助けが必要になるわ。だって鍵は私が持ってる。うちは変化ですぜ。いい選択。待て、みんなのところへ帰れるはずよ。最寄りのステーションをマップに表示した。オートガンを出す。
サンクチュアリのデータがありません。死にそう。
フェーズブラストの影響でファストトラベルネットワークのデータが消えてしまったの。近くのイリジウム生成工場に向かっていい方法があるわ。何もかも嘘をついてたわけじゃないわ。ジャックを止められるのは本当にあなただけなの。ローランドもリリスもモーデカイもジャックにはかなわない。彼らはあなたを導いてくれるけど、最後に引き金を引くのはあなたよ。自己破壊モードへ切り替えるときはハイペリオン社のマシンから十分
ずな距離を取ってください。連絡します。自己破壊モードへ切り替えるときはハイペリオン社のマシンから十分な距離を取ってください。月基地からファストトラベルステーションを送ってもらえる。落ち着いてビーカーを設置できる場所。そうだ、オーバールックに向かって。あの町の住民はみんな等身病で伏せってるから邪魔されることはないわ。どうして君たちはそうなんだ。最後には英雄が勝つと分かってるのに無駄にあがきたがる。ニューヘイブンにもそんな男がいたな。町は火を、辺りは死体だらけ。なのにその男はスプーン一本振りかざして向かってきた。そいつ取り上げて両目をえぐり出してやったら、ガキどもが一斉にうわあ。全くあれは見物だった。
まあともかく君らはクズだってことだ。やっちまえ。
オーバールックにいるのか。ハイペリオンが来るまで。